いいよ日本、今回説明しようと思うのは、まあ一つの技法だ。ある程度親密になった時、もしくは俺たちみたいにクラブでいろんな活動をしてたり、クラブによく行くようなやつだったら使えるような技法だから、ぜひ試してみて。まあクラブとかそういう場じゃないと使えない可能性もあるから、もしもそういう場に行かないような人だったら、ちょっとある程度仲良しさんになってから試してみてもらいたい。なぜならば結構接近することになるから。男と女が接近して使う技法だよ。この技法はシンプル。耳、相手の耳を狙い撃ちしちゃうわけさ。なぜなら耳っていうのは性感帯にいろいろつながるツボがあって、そこを刺激することによってホットな感じになるわけさ。そう、この技は相手の耳元に近づいてコショコショ話すっていう技さ。そう、喋ることはある程度自分で考えといてもらいたい。まあ入り方的には、クラブの人なら音がうるさくて聞こえないから、近づいて喋るときに耳元でふーっていう空気をうまいこと使って耳に当てて、そしたら結構伝わるから。そういう場じゃない人、そういう時は、そうだな、例えば実は内緒話があるんだけどさ、無邪気にこんな風に言ってみたら、彼女はえ何って乗ってくれるかもしれないから、そういうことをやってみて。じゃあその例をみんなに見てもらおうと思うよ。行ってみよう。ちょっと内緒話あるんだけど、ちょっと話し合うんだけど。何？彼は言葉のチョイスを誤ったようだ。こうならないように言葉をよく考えてから話して。ピースよ。世界が俺を待っている。